はい、ジュンジーです。では今回プレイしていく耐久単発作品はこちら、アイワナ SBWC という作品をやっていきたいと思います。バージョンは 1.02 で、制作者様は、龍之介フューズドゥウィズ渡辺さんという方が制作された作品になります。で、今作を知ったのはですね、テストプレイヤーにアイワナ実況者 のスヌエルさんが、参加プレイされておりまして、で、スヌエルさんのツイートでね、見させていただいて、ダウンロードしてきたといった感じになります。はい、なので、耐久1体プレイしていきたいと思います。で、リドミを読みますと、耐久は1体で、初心者には厳しめの難易度と書かれておりまして、で、銃を撃つ Z キー、このゲームでは 99% 使いませんとあるんですが、99ってことはどっかで使うところ、それか耐久本編じゃなくてセーブを撃つのに使うとか、そういう意味なのかもしれませんけども、そんな感じのリドミになります。このタイトル画面全く BGM はないんですけども、この強烈なまでに可愛らしいキャラクター、何の作品かちょっと私ちょっと存じ上げませんが、可愛らしいキャラクターですよね。よし、やっていきましょうか。で、音量調整で冒頭入ってますので、では行こうか。スタート。あ、セーブ、そうか、セーブ打たないか。ってことは99 ここでデスしたんですよね。 99% っていうのはどこかで使うのか、どっかで使うのかな。やっぱりセーブ打つところないもんね。それかクリアルームのセーブで使うっていう意味なのか。やっていけばわかるでしょう。初心者には厳しめとはありますが、難易度的にはどのくらいなのかな。倒せない。耐久フルなのかもちょっと明記なかったんで、それはやりながら体感していこうかなと。これ多分乱数だね。うわ、あ、くそ、うわー、ジャンプ力というか感覚ですね。これ開幕左押して、ここだけちょっとジャンプすれば回避できます。そして固定なんで、あそこはもう大丈夫でしょう。で、こっから、ここも固定っぽいな。一個一個こう着実にね、ものにしていこうか。これ多分乱数、乱数だね。これいいの弾けばよいしょ。なんかいい曲だね。これ乱数か、固定だよね。いや、もしかしたら乱数の可能性はありますか。いっか、戦っていくのみ。こいつなんか跳ねるから、ちょっとその縦軸気をつけないとまずい。こういう、あ、よしよしよし、上もよく使ってけ。これは何、バウンドではないか。あ、これ固定だね。なんか弾の軌道的に固定。うわ、なんか濃いね、濃いね。うあ、びっくりした。ちょっと、あ、しまった、くっそ。ここの回避はもう下だけじゃなくて、この上の台座もね、うまく使っていく。よし、ここは固定で、動画をこう逐一見返してパターンは作ってきたんで大丈夫です。ここは多分いける。あ、待て、パタ、これ固定だよね。あ、固定だ、よしよしよし。うわ、こう、うわ、最初の赤リンゴのところ危ね。あそこね、おそらく固定じゃないですね。ここ分かった。ここはね、こういく。よしよし、あ、待て、うわ、次から次へとなかなか激しいね。どうしようかな、いけるかな、危ない。ちょっともう一回やってみます。早くここで、あ、ダメだ、間に合わないわ。そもそも位置取りが間違ってますか。どこ、ちょっともう一回見返しますね。真ん中に立つって方法もあるんですけど、それよりもこれ、ここまで来てこうかわしちゃえば、待てダメなの爆発するのか。そうか、別に上乗らなくてもと思ったけど、ってことは右側でかわさないといけないんですか。今度という今度は完璧です。ここですね、アンチがあって、ここ当たんない。そう、これでこれが多分正規な、待て、くっそ、うわ、結構隙間ないの、激しく来るね。今のところで回避しましょうか。あそこアンチですね。アンチっていうか最後は避けないといけないけど、まずは乗ってここアンチ、回避してここなんですけど、まず端っこにいてこう、あ、いけ、あ、待って待って、分かった、だいぶ回避できるようになってきました。にしてもこのサビの疾走感
たまんないぜ。ここからね、端っこジャンプ、よしよし、越えた。で、待て、風が吹き、待て、うわ、くそ、そいつは引いていかないのか。ここからだよね。よし、で一回爆発した後にワンジャンプ返しして、あ、ここ意外と慣れるといけますね。でここがちょっと打ちっぱなしだから、よし、来た、待て、おお、かわせた、ちょっと一回見返さないと怖いね、今のところ。真ん中避けなのか端っこか、これ真ん中に、これ乱数だな。うわ、くそ、もう難しい。よし、まあ結構もう来れるようになってきました、さすがに。でここなんですけど、これ右がいいですね。ここがいい。でこれも、まあこうなっちゃうともう右で避けるしかないんだけど、まあでもそれでもいいか。一回球が、なんかこれさ、右の方が避けやすいような気するんだけど、そんなことはないかな。一回ちょっと真ん中、ん、とりあえず真ん中にいようか。いや、やっぱ左か、ここは左だ。待ってくれ、難しいね、これ太陽か、太陽がまあさんさんとね火を放ってると、ここ思ったんですが、ちょっと待って、これ危ないな。で、まあこのハートはここで避ける。あー、ちょっと今こっからね、もうずっと右でいいと思うんですよ。あの太陽も動画見返したら、なんていうの、こっちの方が避けやすいと思う。この真下、まあちょっと見ててください、真下の方がこう軌道が読みやすいんで、ここの方が多分いいでしょう。うん、この方がいいね。よし、じゃあ分かった、とりあえず立ち回りはなんとなく、待って、もうそういう系好きね。ここをさ、なんか右でね、あのかわしてたんですけど、やっぱ左行きたいな、慣れないんですよね。まああのかわしやすいかもしれないけど、難しいところ。あ、いける、今回いける。結構こうデスってたんだけど、よしよし、やっぱりフルコーラスなんですねこれ。よし、でここはね、こっちの方が多分避けやすいっすね。うん、なんでこれは、うん、なるべくこの太陽の下に行きたいけど、よしよし、来た、で、あー、なるほど、これはなんだこれ、おーおー、かわせ、おー、綺麗だね、虹。あ、で下塞がれるんだ、まっあー、なるほどね。ってことは全部飛んでくるのか、今時期狙いですよね。やっぱこれ右でかわすしかないか、左行く時間ないね。頑張ろう、ここは左じゃなかった。よし、 OKOKOK では、今左と右間違えたかな。たまになんか左を右って言ったり右を左って言ったりしてしまうのだが、あ、やっぱここかわしやすい。うん、やんせーと。でこれで白いのが来て、よしで次は上に乗る。ここはよし、でこう虹は、ちょっと待ってね、集中、ここで走って、あ、やっぱそうだ、あ、待って、あ、これちょっとむずいぞ、考えてかないといけない。あと何発、あと4発きますから、じわりいった方がいいのかな。ここ越えた、よし、太陽さんさんゾーン。ここね、ちょっと雨がね降ってきてるから、その雫に当たらないように、やばい、こっちの来ちゃった、危ない、うーん、なんか追い込まれてっちゃうね。うわ、なんかランス、あっぶな、よし来たよ、なるべく端っこから行くよ、こう、あ、これだ、待って、これちょっと待って、あと3発、これやり方違うか、頼むよ、いいランス来いよ、ここいいランス、よし行きます。結構早めに、こういう、待って、これどうやってかわすの。多分ね、これジャンプするタイミングがすごく大事になってくると思うんで、今危なかったね、行くよ、ここさ、こういう、ダメだ、このね、黄色をもうちょっとこう左側で、弾かせないといけないんだけど、これむずいな、危ねえ、これどうすればいいの、本当に、行くよ、いや、ちょっと待って、これ、もう、あ、これ、右から行ったら違うのかな。左側からなんか弾けてるような気もするから、右で行ってみますか。ちょっと右からやってみましょうか、それで変化あるか、ちょっと確かめてみようか。おっと、これよし、変わるか、どう、あ、変わる、いける、あ、待て、最後は、待て、あ、しまった、
けそう。なんか下にいたと思ったら、あ、これ何、左と右って違うの？右の方がなんか余裕があったな、最後の方。あ、これちょっと練ってってみますか。あ、くそ、あれ待って、これ変わらんか。左も右も変わらなっぽい気がする。これ左も右も多分変わらないと思うんで、左でちょっと構築します。右行くのは危ね、危なかった。行くよ。じわりなんだけど。よし、分かりました。これは結構難しいぞ、感覚。よしよし、来た。下、これしばらく降りられないのかな。なんか来そうだね、これ。ここの弾はそんなに。やっと来れたぞ。厳しくないね。で、これ、え、嘘。やだ、なんか来る予感がしたけど。ここですね、じわりなんだけど、こうで、ちっちゃく飛ぶ、それが鍵。よしよし、でかく飛ぶと足場がなくなっちゃうんで、着地できる。ちっちゃくジャンプするのがコツですね、これ。結構難しい。ちょっと待って、ここ、危ね。今、よし、オッケー。来た。あ、ちょっと待って、迫り来る。うわ、弾速いね。これセンターでいいの？上乗った方がいい？いや、乗れないよね、これ。なるべく見させてお願い。おかね。噴射。あ、なんかここのメロディーめっちゃかっこいい。ここのメロディーかっこいいですね。おお、ギター、そう、危ね。よっ、しまった。よし、オッケー、だいぶいけるね、これは。いいぞ。ただここから噴射ゾーンまではいけると思うんだよ、噴射ゾーン多分ね。よし、オッケー、ここは割と優しい。よし、さあ来るぞ。ここまで弾速いから真下がいいですかね。真下でよく弾見て。危ない、変なとこランス来られちゃうとちょっとまずいけど。さあ来るぞ、噴射ゾーン。ここ危ね、リンゴ車は今危なかったね。これよく見て。うわ、すっごいな、これ。ちょっとこれ厳しいぞ。よしよし、超えてる。よしよしよし、来た。え、待って、びっくりした。え、これ、ちょっと待って、え、厳しくないかこれ。あ、待て、あ、止まった。おお、この椅子いいね。あー、もう春先ですから、え、ちょっと待って、春先だから桜が咲くみたいな感じ。あー、これラッサビっぽい、ラッサビっぽいぞ。集中、ミスんなよ。危ね、これランス。あ、でもいける。待て、あ、うわ、くっそ、マジ。ここ厳しい。え、最後にそういう濃いの来るの？ちょっと待って、これ乱数じゃなかったら見返すか。うわー、緊張した。知らず夢の耳まで始まりの風が
癖の思い気づかれぬように目線外し知らず知らず夢の右まで始まりの風が吹く時を止めて素足のままで嘘も誰ごとも捨ててきて泣いて泣いて夢の右まで初めて恋に突知る目しまぜ恋ここよしよしよし超えた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 ぞちょっと待ってこれラスサビでしょラスサビじゃねえこれアウトロかちょっと待ってよし頼むよちょっとあ危ねあっいったかきたやったークリアしたよ2時間近くかかったよもうああ、大変だった。じゃあ入りましょう。ほい。来た、クリア。クリアしました。オーケー。そしてこのクリア画面にもこの女の子。なんかむちゃむちゃ可愛いですね。はい。これ、なんでしょうね。ゲームですかね。アニメですかね。宣伝版か。ゲームなのか何なのか。なんか激破壊怪しいところありましたよね。中盤の中、下から、紫のリンゴがせり上がってくるところなんか落下しそうなところギリギリでこうなんか落ちずにね食い止まったみたいなところありましたけどもよしじゃあちょっとデス数と見に行きましょうかF2 とああかわいいはいこんな感じですデス数131です、クリアタイム1時間53分29分となってますまあゲーム内時間でなので、まあ、実際は2時間半ぐらいやってたかなと、思いますねよいしょはあ、中盤のあそこが一番難しかったですかね。攻略に時間かかった。上の段に乗って、下に4、5本の、いろんな色の、リンゴラインが出て、それがこう、順番に磁気狙いしてくるっていう、あそこですかね。で、飛び移って回避する。あっこがね、結構難しかった。あそこで4、50分、要してしまったんで、あれなければ、もしかしたら1時間ちょっとぐらいで、クリアできたかもしれませんけどもまあまあまあでも2時間であれば早いうちなんでしょうかわかりませんけどもはい、まあ無事にクリアできてよかったですはいということでアイワナ SBWC まあリドミにありました通りちょっとなかなか初心者初級者の方ですと難しいと思われるんですけどもまあそこそこね、まあプレイ慣れてる方であれば、まあ攻略楽しめると思いますのでぜひプレイしてみてくださいまた概要欄にダウンロードリンク貼っておきますのでぜひダウンロードしてみてくださいはいよし、まあ、久しぶりの耐久作品になりましたけどもまたちょいちょい合間見て、やっていきたいと思いますここのところなかなか時間が取れなくて、まあ、こういう作品だったりとかあとメインプレイも結構日にち空いてしまったんですけども、まあ、仕事も一段落しましたのでまた結構早いペースで動画作っていけたらなと思ってますので引き続きよろしくお願いしますでまた時間空いたらねもちろんカミリア3にも挑戦していかないといけないので、まあ、その辺も2020年やっていきたいと思いますですねはい、ではまた次回作品のアイワナでお会いしましょう、順次でしたではまたね最後までご視聴いただきありがとうございました。